荒松さん、はい、このあと会議あるじゃないですか、はい、一応カメラ回させていただいて、うん、ちょっとしゅんくんに簡単なドッキリ仕掛けてみましょうか。ドッキリ、はい、来年4月に旬ダイアリーに松原さん入社するじゃないですか、はい、やっぱり辞めますみたいな。おお、なるほど。一応こうしゅんくんの、うんうん、やっぱそういうと経営者としての、うんうん、その時にこうちゃんとビビらないかみたいな、うん、そういうところちょっと見ましょうか。はい、辞めますっていうのも言うってことですよね。そうそうそう、分かりました、はい、だって入社するでしょ4月に。します。それ辞めましょうっていう。いや、信じてくれるかな。頑張ります。多分大丈夫だと思います。はい、頑張ろう。今日さ、はい、あれなんですよ、ここ来る前にちょっと豚骨ラーメン食べてきたから、はい、ニンニク臭いかもしれないです。全然大丈夫です。もう回ってますけどね。今日の趣旨は、はい、常々ちょっと僕がもう僕旬ダイアリーこうサポートとか一緒に働き始めて、はい、約3ヶ月ぐらい。確かに3ヶ月早いですね。じゃないですか、はい、でつくづくやっぱ最近思うことがあって、これ多分しゅんくん何回も今まで多分いろんなメディアで説明してると思うんだけど、はい、なぜしゅんくんは旬ダイアリーはそんな就活ビジネスに命かけてるのかみたいなところがちょっとね、あれなんですよ、僕的には納得がいってないんですよね。そのしゅんくんの本心みたいな、はい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 、なんでしゅんくんぐらいの年が他の就活生のサポートをそんなにするビジネスをしたいのかなっていうところがなんか、はい、納得いかないですよね、いつもね。あ、いや本当に世の中のためになることがでしょ、いいじゃないですかってよく言うけど、はい、いや本当かよ。実際思うわけですよ。自分自身が、まあ、その単純にビジネスとしても成り立つと思ってるのと、もう一個は自分自身が抱えた、うん、課題感というか、自分が就活してる時に抱えた課題に対してやっぱ解決したいなとか、同じような自分の2年前ぐらいの自分の課題を動画で解決したいなと思ってるのがやっぱり本心だと思いますね。でも今すごいなんかキラキラしたことをすごいさっきから言ってる。マジですか。いやでもなんかいいことというか、はい、すごいいいこと言ってるじゃないですか、はい、本心。いや本心ですよ。本心、はい、同じ同世代ぐらいの学生さんにそんな押し付けがましいことしてるんだろうなっていうのが俺の率直な感想なんです。あくまで本当に偏見だし、全員に押し付けるべきではないなとは思ってます、うん、ただモヤモヤしてる人も一定数いるのも事実だと思ってて、うんうん、なんか就活も頑張ったし、いい会社に行きたい会社に一応入ったけど、でも思ってたのと違うなであったりとか、第一志望に行けなかった人とか多いと思うんですよね、うん、でもそういう人ってそれが世界の全てだと思ってるじゃないですか、うん、でも全然社会はもっといろんな生き方があったりとか、うん、今から就職する人、就活する人も受験で例えば第一志望かみませんでしたとか、うん、僕みたいに仮面浪人してまで、うん、行けずに、うん、で何だろう、ある種のコンプレックスとか、うん、自分ダメだなって思ってる人多いと思うんですよね、うん、だけど人生やっぱ何回でもやり直せますし、でもやり直すとかちゃんと、自分に自信つけるためにはやっぱり打席に立たなきゃいけないなとも思ってて、なるほど、それはなんか結構ある種の心理のだとは思います。そっか、はい、ある最後この際旬くんとか、はい、ちょっとしたあこれ、はい、いつも聞いてて不満だな、ちょっと分かんないな、でも不満というか、不安みたいなのでも大丈夫ですか、うん、おー、いいね、聞いたことある、それ、松原さん、え、聞いたことは分かんない、どういうジャンル会議のかもしれないですね。もう半年いるんですけど、ちゃんとそのお金を生み出すみたいな経験ができなくて、まあ、これは言い訳なんですけど、
でもなんかそういう経験をするためにはなんかある程度その先輩みたいな、うん、こういうふうにやるんだとか、うん、営業をこうやってやるんだよとか、うん、ビジネスマナーとかそういうのをちゃんと学ぶのが、うん、ことをした方がいいのかなっていう、今がむしゃらに走りすぎてるので、うん、で考えると気持ちはスタートアップだけどファーストキャリアはスタートアップじゃない方がいいかもしれないっていうのもなんで就職するんでしょ、就職なんですけどね、はい、なんかちょっと迷い始めてる。え嘘っていうのも正直まだ言ってないんですけど、今言ってるじゃんでしょえそれ今だって今この間 OK って言ってた。そう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 、うん、まさにあの 会議ではこの間もなんか入るって言ってなかった。そうです、でそのつもりで会社も自体をしたよね、させてもらったんですけど、うん、もう行くとこないじゃん、行くところないんですけど、なんかいろいろさ今の不安みたいなのって結構大きな要素だなと思って、うん、うーん、どうですか、俺は動揺しかないけど僕も動揺ですよ。あ、まあでもそんなに、なんだろう、バラバツが思ってるほど大きいね不安ではないかなと思ってて、バラバツの今の眠ってる才能とか、やりたいこととかを、なりたい姿をどのスピード感で達成したいかっていうところだと思うんでね。あとマナーとかその営業の仕方に関してはあの自分次第というか、うん、例えば先輩がいなくてもこういう井上さんとか、うん、あの石坂さんとか、うん、これからもどんどん増えていくと思うんだけど、から学ぶことはいっぱいあるし、うん、コンテンツ作りは学べるし、営業とかビジネスもいろんな人から学べるわけじゃん、うん、だから本当に社内に先輩がいることがいいことなのかっていうところ、デメリットもあるわけで、自分の裁量でできないとか、会社を作る経験ができないの、できるかできないかっていうので、やっぱり事業を作るとか組織を作る、一緒に働く人を、仲間を作っていく経験ができる、楽しそうだなと思ったから内定も承諾も辞退したと思うから、なんかそこはそうだね、あの自分次第で何とでもできると思ってるし、その力はあると思う。あれなの、やっぱ売り上げとかが作れてないとかいろいろ考えるわけ、あのきっかけはやっぱり本当に力になるかなとか、じゃあ一回社会というか、いわゆるこう会社にみんなが知ってるような会社なのか、まあ、普通に会社に入って、ベンチャーじゃなくて会社に入って経験を積んだ方がいいんじゃないかみたいなところが、ちょっとそういうところで思ってきたっていう感じかな。なんかもちろん本気でコンテンツ作っていて、なんかそれでちゃんとその届けたい人に届けられるようにっていうのは頑張ってはいるけれども、うん、半年も ここにいさせてもらってるのに、多分、自分の中で納得いくレベルに全く達することができてないっていう状況と、もし4月から入社したら初めての社員だから、もう自分が旬と同じかそれ以上ぐらいにお金を作っていくことができないといけないっていう状況にあと半年でなるっていうのが、うん、諦めてるわけじゃないけど、なんかもう不安というかプレッシャーというか、すごくなんか旬が期待してくれてるっていうのは、まあ、すごく伝わるからこそ、うん、葛藤みたいな、うん、一回だってね、入ろうとしたよ。てか、はい、決めたよね。うん、最近最近決めたよ、うん、もう、1ヶ月、違う、もっと最近だ。2週、ん ?6 月、まあ、正式に決まったのは2週間前だったんですね。うん、2週間、女心と秋の空っていうのは、こういうことにもあるのかな。まあね、まあ、松原さん、今言ったの全部。嘘で、はい、嘘です。でもなんかドッキリにしてはしょうもなくない。
ゃでもありえそう、バラバツならありえそうだなっていう、だって気分変わるんだっていう。これはだから趣旨としては、いやいやいや、主義格悪い、主義格悪いな。趣旨としてはなぜ旬だやりは就活ビジネスにそんなに本当に命をかけるかっていうのを村松さんが入社を辞めるっていうプチドッキリを仕掛けながら本心を聞いてみようっていう企画です。本心分かるじゃないですか、いろいろ、うんうん、そのしゅんくんの本気で就活の企画ね、会社でどういうふうにやっていこうかっていうところの本心と、うん、後半はやっぱ経営者としての素質だよね、やっぱね、こういうのっていっぱいあると思うから、ここ、うんうん、人が辞める辞めないとかくだね、うん、そういうところのちょっとそれも本心みたいなところと、うん、一番近いんで、確かに村松さんは俊くんでもそれで言うと今の話、就活の話は一切しなかったですもん。そうですよ、うん、もう引き止めるので精一杯じゃないすごかったね、俊くんは、そういう意味で、うんうん、ちょっと選択肢も残してたじゃない、うん、決めるのは自分だけどみたいなセリフも言いながらも、うん、ポジショントークですけどね、めちゃくちゃ。確かにね。これはでも、ぶれないですね、シュンくんは。こう考えると。いやー、面白くないな。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。